皆さん、こんにちは。介護福祉士の杉本幸二と申します。この度、木村洋一さんが高等区長選挙に立候補されるとのことで、応援メッセージを述べさせていただきます。木村さんとの出会いは、僕が特別養護老人ホームの施設長をしていた2016年に遡ります。木村さんが僕の施設に訪問され、 介護現場の問題を熱心に聞いてくれました。その後も僕の講演に参加され、介護と看護を熱く語ったり、僕が内閣府でプレゼンした時は心配してくれて、プレゼン後にわざわざ顔を見に来てくれました。その時にいただいた笑顔は未だに忘れられません。木村さんと話しているといつも思うことがあります。木村さんは常に 生活者や多様性の視点で考え行動されています。区民の方、一人一人が安心して生活できることはもちろん、笑顔で誇れる街に、木村弥生さんなら皆さんと一緒に行動してくれます。ぜひ木村弥生さんに、高等区民の皆様のお力をお願いいたします。